あのファイヤー、うわーやばい、熱い、ちくしょー。ジョニーさん、あなたの受験らしいです。わけで今日も恐竜世界でサバイバルやっていきましょうということでですね、今回は何をやっていくかと言いますと、序盤の強い味方トリケラトプスくんを、テイムしていきたいと思います。というのもですね、もう序盤ではないんですけれども、これジェネシスのマップ、ここに来ないとトリケラトプスがいないんですよね。まあやっぱり恐竜といえばトリケラトプスということでですね、まあでもトリケラちゃんやっぱりね、1体いると T レックスにもね、勝る攻撃力を持つ強い味方でございますから、まあ、今後のですね、ここ危険地帯で肉食恐竜にいろいろ襲われたりすると思いますので、そういった対策にもなると思いましてですね、改めてここでトリケラトプスをテーマしていきたいと思います。トリケラトプスもですね、火山仕様になってているので、ちょっとね楽しみでございますということでですね、なんかモロクトカゲもいるな、ついでにモロクトカゲも捕まえていこうかな。まあ時間があればやっていきましょうということでね、早速探していきたいと思いますよ。いきます、レッツゴー。お、早速肉食恐竜が出てきましたぞ。これはちょっと危ないですね。やばいやばいやばい、アロサウルス、イグアノちゃんが、助けてくれてますので、この間にですねラッシーさんも参戦。うわ強い強い、110、おイグアノお前なすりつけて逃げていくとかずるくねえかそれ、ちょっとばかし。さあ倒せるでしょうか。やばいやばい、痛い痛い、危ない危ない危ない、レベル15でよかった、15じゃなかったらきつかったですね。さあちょっとね、近場にトリケラトプスあんまねいないですね。どこ行っちゃったのかな、なんかさっきその辺をうろうろしていたような気がするんですけれども、トリケラトプス、うわー、なんかいる、マグマサウルスじゃないですか。わー、なんか火吹いてるぞ。どうした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 、やばいことになってる。なにこれ、怪獣大決戦じゃん、怪獣大決戦。うわーすげえ大迫力、マグマサウルスが3匹で何かを倒している。ちょっと今みんなにね見せるために画面を明るくしようと思ったんですけど、終わってしまいましたね。どうやら戦闘は終わってしまいました。うわすげえ迫力、うわちょっと待って、熱い熱い熱い、やめて、うわーファイヤー食らった、一撃、めっちゃ強いんだけど、マグマサウルス、なんなのこの強さ、ワンパンワンパンマンかよ。さあちょっとね気を取り直して、T レックスじゃない、トリケラトプスを探していきたいんですけど、ちょっとねワンチャンフェロックスの方が実はいいんじゃないか説あるんですよね。ここまでやっぱブラッドストーカーちゃん大活躍だったんですけど、フェロックスのやっぱこの、移動能力とですねやっぱ攻撃力があるんで、結構ここぐらい襲われる、あ、いた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 感じになってくるとね、フェロックスの方がいいんじゃないか説あるよねと思って、ちょっとねフェロックス捕まえてみ、あ、やってみたんだけど、ちょっとレベル低いですねトリケラさん。でもこの、皮膚のこの溶岩の感じ、これがかっこいいでしょ、溶岩トリケラトプスね。え、角がさ、ビームサーベルみたいに光ってますからね。やろ、なんでレベル低いんだよこの野郎、ちょっと戦ってみたかっただけなんですよ。フェロックスで、どれぐらいいけるかっていうので、ね、痛い痛い痛い、ちょっとごめんごめんごめんってごめんってごめんって、めっちゃめっちゃお尻刺されてる、すげえやられたよ、すげえやられた、ちくしょうこの野郎、岩投げるぞこの野郎全然効かねえよ、痛い痛い、あー、お尻を刺さないで、何この漫画みたいな展開よく漫画である動物に襲われて木でに、サイか、サイに襲われて木に登って逃げたらね、お尻ツンツンされるあれですよね。さあ、おー倒しました。いや、やっぱフェロックスはこの攻撃力があるから、これはこれでいいですよね。ほらいいですねこれ、この感じがすごいですね。このやっぱ遠距離攻撃もいけちゃうっていうのがなかなかいい感じですよね。ちょっと肉食恐竜ともね戦ってみたいなと思うんですけども、さすがにマグマサウルスはあれなんで、あ、ちょっとこれ取り切ったときすぎました、こいつはどれ、やばい、マグマサウルスに向かっていく、なんでみんなもう容赦なくさマグマサウルスに向かっていっちゃうの、くっそ、せっかく見つけたのにな。ちょっとマグマサウルスレベル低いからちょっと倒してみる、こうなったらもう腹いせに、うちのトリケラをやってくれたなって言って、なあいつなんで戦う、もう何あの余裕の表情余裕ですね、こんなに囲まれてんのに。
これはあ、また来ました、トリケラが一人。またトリケラが吸い込まれていくマグマサウルスに。あ、こいつレベル高くない？135レベルなんだよ。ちょっとマグマサウルスやめろやめろ、そいつを倒すな、この野郎。ほら、マグマサウルスがなんぼのもんじゃい。うわー、マグマサウルスなんぼのもんじゃい。おー、こっちの方が強いぞ、こっちの方が強いぞ。ほら、殴り合いだったら負けねえぞ。ほらー、ちょっと待って、熱い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 、燃えてる燃えてる燃えてる、熱い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 、めっちゃ熱い。うわー、倒せねえマグマサウルス。くっそー、ちょっと遠くから岩ぶつけに行くか、それしかねえな。どこ行った、いた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 、やばいぞ、トリケラが戦ってる。援護しろ援護、135レベルは俺のもんだ、この野郎。マグマサウルス、うわー、もうやられたじゃん、135レベル。わー、燃え尽きた、なんだこれ。お前もうあれだよ、アークに出てくる、ゲーム間違ってるよ、アークに出てくるやつじゃないだろお前。どう考えてもモンハンのモンスターだろお前、これこの野郎。ちょっとずるいな、あのファイヤー。うわー離れてもダメ、近くてもダメ何これ、地獄やんこいつ。いや、マグマサウルスやべえな。なんかただの鈍足のクソかと思ってたけど、めちゃくそ強いっすね。火吹いたりとか。まあ、ラッシーさんは遠くからですね、300ダメージ以上のダメージをあいつにこうやって与えていけるんですけどね。まあ、でもあいつの火球も同じぐらいあるか。ちっしょー。どう考えてもフェロックスの上位互換みたいな感じになってるぞ。攻撃に関してはですけどね。まあ、移動面に関しては全然こっちの方がね、上ですから。でもこれはちょっとずつこれを続けていけば倒せる感じなんじゃないですか。あ、寝た？なんだこいつ、おとなしくなった。ほらほら、あー、倒した、やった、ついに倒しましたけど、ついに倒したけど全然嬉しくねえなー。トリケラも死んじゃったし、うわー、ちゅうかマグマサウルスがさ、全部トリケラちゃん倒しちゃったおかげでさ、全然トリケラちゃんがいねえんだけど、これ捕まえらんない可能性出てきましたね。おお、なんかアロサウルスがめっちゃステゴちゃんと戦ってるしさ、もう腹いせにアロサウルス倒しに行く、これもねえ、うん、あ、いたいたいた、あ、トリケラ145レベル来たんじゃないこれ。こいつ邪魔だからこいつ倒しに行こう。おい、アロサウルス、ほら、あ、すごいよねこれ、フェロックスのさ、この吹っ飛ばし攻撃、アロサウルスも飛ばせんだ、すげえ、すごくないこれ。アロサウルスって言ったら中型に、大型に分類してもいいぐらいだよね、肉食恐竜の中で。このアロサウルスも吹っ飛ばせるっていう、これはすごいですね。ノックバックさせる、ほら、こうやって、これはすごいけど、ちょっと痛い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 、死んじゃう、強いアロサウルス、アロサウルス強い、ほら、アロサウルスぶっ飛ばすわって、ぶっ飛ばすことはできるけど、全然倒せない、あーちょ、痛い、ダメダメ、死んじゃうよー、ちくしょう、こいつか、トリケラ、こいつをテイムしたいんだけどなー、こいつを、もうちょっとアロサウルスはでももうあっちぶっ飛ばしたから、多分大丈夫でしょう。このままじゃあちょっと、連れていきましょうね。145レベルやね、よし、オッケーオッケー、よし、行くぞ。さあ行こう、おい、こっち来い。ああれだね、今思ったけどフェロックスも結構、ブラッドストーカーちゃんもいってーよ、横からリンクしてた、なんだっけ、ブラッドストーカーちゃんもさ、これで騎乗しながら麻酔弾撃ちやすかったけど、このフェロックスちゃんも、騎乗しながら撃ちやすいですね。結構頭の上に乗ってるから位置も高いし、車線をね邪魔する人がいないですので、結構これはいい感じかもしれません。さあ来てるのか、弱い方はついてきてるけど強い方がついてこないですね。どこ行ったの、トリケラちゃん、諦めんなよ、諦めんの早いぞねえ、あ、サソリに囲まれてる、サソリがこの邪魔しやがって、サソリがなんぼのもんじゃい、おら、よし、倒してないよ倒してないけど、こうラッシーさんもフォローして、あいつをちょっと手助けするぞ、ラッシーさんも来い、おら、早く死ね、よしよし、倒したぞサソリ。さあこっから当てていって、
早くねこれ145レベルテイムしていきたいんですけど、このレベル感だったらもう全然テイムした時に T レックスとかそういった人たちへのね対策になりますから、やっぱりこれ打ちやすいって言おうと思ったら横からじゃお邪魔虫がやっぱ入ってきますね。この2体リンクしてんのすげえうぜえな。ちょっといやこのまま持っていくか、持っていくしかねえな。やべえ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 、ちょっとこのアグレッシブなんだよレベル低い子、お呼びじゃないんだよお前は、お前はお呼びじゃない、こっちだよ。ほら諦めやすいんだよなこれ145レベル王は全然ついてきてくれない、なんなのこの子は本当にもう。おいちょっとおい行くぞ、まあ、こっちだこっちだ、来た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 、諦めが早いんだよ本当に。ちょっとちょっとちょっとこの20レベルがそしてアグレッシブに連れてくるもうこの繰り返しですよこの繰り返し。あーちょい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 、分かった分かった、落ち着けって落ち着けって、20レベルちょっと落ち着けやばいやばいやばい、このまま連れていける。ナシさんはここ飛び越え、あーちょっと待って中入っちゃった、ちょっと待ってちょっと待って、ハマったぞ、これはどうしたらいいんだこれはどうしたらいいんだ、ちょいやいやよしよし、諦めてくれた諦めてくれたけど、ラッシーさんは華麗にこのねスロープを飛び越えて向こう側に、渡って、ほら入ったってやろうと思ったんだけど、ちょっと出れないんだけど、これどうしたらいいの出れないんだけど、張り付かなくていいからフェロックスちゃん飛び越えてよ、やばい出れない全然出れない、これ何これコントみたいになってる。よしじゃあちょっとしょうがねえから人になって、トリケラちゃんをねテイムしていきたいと思うんですけど、おいこっち来いよトリケラ、溶岩トリケラ、こっちだこっちだ、結構なんか間に入っていっちゃいましたね。おいし来い、よっしゃケツにぶち込んでやったぜ、これでこっち来てくれると思うんですけど、来た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 、オッケー、ステゴちゃんがなんか感染者みたいな感じでオーディエンスみたいな感じで見てますけれども、よしこっちだ、諦めんの早いんだよなあいつ、割と諦めがちですよね145レベル。よしよしよし、オッケーオッケー、20レベルはもう遠くにいるからあんま関係ないですからね。オッケーオッケー、こっちだトリケラ、こっちだ、来い来い来い、よしいいぞいいぞいい角度、やっぱ20レベルも来てたぞ、ちょっとやばいけどここでちょっと待ってれば来るでしょう。何ちょっと待って、かわしてきやがった、かわしてきたやつがいたぞ1匹、ちょっと待ってちょっと待って、どっちだどっちだどっちだ、ちょ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 、やばい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 、来てる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 、危ね危ね、どこ行くのどこ行くの、こっちが145レベル、やばいやばい、スロープに攻撃しないで、ちょっとハマってるぞあいつ、あそこにこのまま捕まえるかこれ、よしこのまま捕まえるっていう手もあるよね、ちょっと待ってください、後ろの方で、後ろの方がえらいことになって、おい何やってんのちょっとやばいやばい、フェロックス死んじゃう死んじゃう、さっきまでちょっとかなり無理してたから、やべえこの、もうほんとこのアグレッシブな20レベルほんとムカつくこいつこいつのせいで全てが、あナイスフェロックス、こいつのせいで全てがめちゃくちゃですよ本当にね、もうちょっとフェロックスこっちの方に置いといて、よし20レベルはちょっとやばい、もうフェロックスが満身創痍なんだけど、よいしょ、ちょっとあいつはここに置いといて、こいつをちょっとテイムしたい早く、もうそこでいいや、そこでやめろフェロックスちょっと待って、落ち着けって落ち着けって、やばいやばい、来た来た来た、しょうがない、ちょっとこのままついていくか、このままやっぱついていくか、こういう風に乗った状態でね、さあこっちに来てくれこっちに来てくれ、ちょっとね旋回性能悪いですからねトリトリちゃん、よしこのまま連れてくる、華麗にジャンプ、やばいやばい、ハマったやばい、またハマった、ちょっと待ってちょっと待って、やばい、逃げて逃げて逃げて、おーし危ない、おーなんとかなった、なんとかなりましたね、オッケーオッケー、やっとだよこれ、やっと入れることができた、いや大変だったなここまで、よしオッケー、まあ、じゃあ華麗にね、もうそろそろ寝ると思うんですけど、華麗に寝かせていきたいと思いますよ、ほら寝ろ、結構ねさっきからぶち込んでおりまして、もうそろそろなんじゃない、やっぱ145レベルだけあってね、結構チームとい、全然寝ない、ほら寝ろよ、もうもうそろそろだと、あ寝た寝た寝た、オッケー、やりました、うおかっこいいよねこの光ってる感じ、溶岩がね、うん、これはね素晴らしいですね、超かっこいいでしょ、ほらおーかっこいい、いいねこのカラー、今までにないカラーですよね、いい感じいい感じ、よしよしよし、でもやっぱさ溶岩と、恐竜って最強の組み合わせだよね、本当に中二心をくすぐりますね、おっしゃ、テイム完了しました。えい、217レベルになりましたね。オッケーオッケー、ゲット。
よし、じゃあなんかこの調子でもう一体ぐらいなんかね、トカゲテイムしていく。トカゲ、うん、いいね。トカゲテイムしていこうか。オッケー。でちょっと、トカゲも探しに行こうかな。よし、行きましょう。じゃあ、そうだな、モロクトカゲいればテイムしていきたいと思うんですけども、どこかにいないかな。よし、いたよ、いた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 。さあもうちょいでね、罠の中に、連れてこれるんですけど、あれですね、ちょっとイースターカラーのやつですね。ちょっと派手めな感じの、モロクトカゲになってますけども、さあおいで、こっちです、こっちです、来てください。行って、めっちゃラッシーさんに直撃。おい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 、ちょっとそんな余計なやつと戦うなよ。余計なやつと戦わんでええから。どうしたどうした、アグレッシブだなあいつ、割と。さあこっち来てくんねえかな、こっちに。おい、こっち来いよ、こっち来いよ。おい、モロクちゃん、モロクちゃん、モロクちゃん、こっちに来てください。お願いします、お願いします。なんかもうはちゃめちゃな感じになって、いってぇ。ちょっと待って、よいしょ、やばい、落ちた。ちょっと待って、やばいやばい、またさっきと同じ状況、またさっきと同じ状況。ちょっと待って、寝れない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 よ。やめて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 、痛い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 、お尻食べられてる、またまたお尻食べられてる。なんとかしてこの状況。はい、というわけでですね、テイム完了して、戻ってまいりました。ちょっとですね、ラッシーさんが致命的なミスをね、犯していたことに気がつきました。というのもですね、このモロクちゃん、サドルがですね、作れないということが分かったんですね。スコーチドアースでしか作れないみたいですね、モロクちゃんのサドルは。なので、こちらのジェネシスの世界ではですね、サドルが作れないことということでですね、まあちょっと飾り要因になってしまいました。はい、というわけで、ね、ちょっと最後ですね、気を取り直してトリケラちゃんでトリケラ無双をして、終わりにしたいと思っております。トリケラちゃんはかなり、やってくれると思うんですけどね。はい、アロサウルスいましたね、あそこに。さっきちょっとフェロックスでもちょっと苦戦した感じのアロちゃんなんですけど、まあ、トリケラなら全然楽勝ですね。ほらね、もう全然ほらノックバック攻撃で、えいーっつって、ちょっとあれおかしいですね。一方的に攻撃できるっていうところを見せたかったんですけど、全然ほらほら、こう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 、ハメ状態になったら、お、逃げんのかよ、逃げんの早いだろ。アロサウルスなんだよ、ちょっとフェロックスがいるからな、あんまり無理できないんですけどね。まあ、アロサウルスはですね、向こうが逃げたということで、ラッシーさんの勝ちということでいいでしょう。まあ、あの後一方的にね、殴り合いになっても、こっちで一方的に、倒すことができるのは分かっているので、ちょっとね、あれでは無双とは言い切れないということでですね、まあ、今回の動画の中でも散々ラッシーさんをですね、苦しめてくれた、マグマサウルスと直接対決していきたいと思っているんですけど、どっかにいないか？どっかにいるだろう。さっきまで散々言った、ラッシーさんに火球を吐きまくってたんですけどね。どこに行っちゃったんでしょうかね、マグマサウルスちゃんは。うるっしゃー。でもこの、トリケラちゃんはね、この、ためダッシュができるようになってからめちゃめちゃ機動力がね、やっぱ上がってるので、非常にですね、使い勝手の良い恐竜になっておりますよね。もうトリキラちゃんと序盤ほんと、あ、いた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 、マグマサウルス。ちょっと緑がかってますね。イースターカラーでしょうか。さあ、じゃあちょっとあいつを、なんだこいつ。まあいいや。イースターカラーのですね、あいつをちょっと倒しに行きたいと思います。ほらー、マグマサウルス。よし、マグマサウルスがナンパのもんじゃーいと、おっしゃ、来た、すげえダメージ食らったぞ。さあ、どうだ、マグマサウルス倒せるでしょうか。ああ、ちょっと周りにいろんなやつがね、いますけど、ちょっとずつですけど、マグマサウルスもノックバックすることができてますね。いや、ちか、この緑色のマグマサウルスかっこいいな、これ。今の期間だったら、こいつも生まれんのかな。うわ、めっちゃ火吹いた。火吹いたからってなんだ、火がなんぼのもんじゃーい。よしよし、倒せそうですね、これは。
けるんじゃないか。お、全然こっちの方が強いぞ、マグマサービスより。170ダメージ食らわしてますからね。ちょっと横から割り込んでくるやつらをガンガン倒してますけど、逆にやばい、熱い、熱い、熱い、ちっしょー、てめえ手を手つかとるかよ、このファイヤー。なんてことしてくれるんですかね。このファイヤーだけなんとかねなれば。ちょっとサソリが邪魔ですけど、やばい、来た、やばい、あーちくしょう、もう粉塵爆撃、ムカつくな、ちくしょうこの野郎。ちょっと落ち着いていきましょう。でも絶対倒せるはず、絶対。ちょっと逃げ腰になってません、あの人逃げ腰になってるっぽく見えますけどね、ラッシーさんには。いやーでもやっぱりなんだっけ、フラストノバやと。おわ、火吹いた、危なかった。今走ってよかったですね、ナイス避けでしたね。火吹きましたよこいつ。でも全然大丈夫、ちょっとねサソリが邪魔ですけど、こいつらを倒してしまえばほらね、もうナイス楽勝でしょ。あとはもうこいつナスがままですよ。だいぶ戦意喪失してないこいつ。ラッシーさんにかなりやられたんじゃないですかこいつ。ほらよっしゃ倒した、やった、95レベルを倒しましたよ。いやー、やっぱりトリケラトプス頼りになる味方、 T-REX も倒せるもんね。はい、というわけでですね、やはりトリケラちゃんが一匹いると全然違うということが分かりましたね。マグマサウルスも、余裕で倒すことができましたということで、今回は超高レベル、トリケラトプスゲットしましたので、次回はですね、ちょっと別のやつまた捕まえていきたいと思いますので、ぜひねまた見ていただければと思います。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。